はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。納金デッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、皆さんはヒロイックというテーマご存知でしょうか。まあ、ヒロイックというテーマね、使ったこともある人多いんじゃないかな。なんでかっていうと、こいつがいるから。ヒロイックというテーマというか、こいつを使ったことがある人が多いんじゃないかなと思うんですけども、まあもちろんね、ヒロイックデッキなんでこれを出そうとは出せるんですけども、今回は違うんですよ。それじゃないし、やりたいことは、あのね、このテーマね、簡単に説明するとめちゃくちゃ納金高校ワンキルテーマなんですね。幼稚園児でも使えるレベルでめっちゃ簡単ランクマ周回デッキみたいな感じ、なんかイメージは。でこれ何するかっていうと、簡単に言うと、この、ヒロイックチャンピオンクレイブソリッシュっていう、なんかこのなんかめちゃくちゃギンギンに生きり立ってる、見てこれめっちゃ立ってるでしょ。なんかめちゃくちゃギンギンに生きり立ってるこのヒロイックチャンピオンおてんてんビンビンさんの打点を1万にしてぶん殴るっていうだけなんですよ。でこれどうやっていくかっていう話なんですけども、こいつがそもそもレベル4の戦術をかける2で作れるんで、まあ、割とねヒロイックを使っていけば結構展開が簡単になると。でこれを出して、でさらにこいつはなんか500になるようにライフポイントを払うっていう、なんかやばすぎるライフコストを払うと、7500とかのライフを払うと、このターンのバトルフェーズ開始に、自分のフィールドのモンスター1体の、打点を倍にするっていう効果がありまして、でここでまずそもそもこいつの打点が5000になると。でさらにですね、ヒロイックチャンスっていうカードがありまして、これあのヒロイックモンスターの打点を倍にして相手プレイヤーに直接攻撃はできなくするっていう効果なんですけども、これでまずこいつの打点を5000にした後にこいつの効果で倍にするとなんと1万になるんですね、攻撃力が。でさらに3番の効果で相手のモンスターが戦闘を行う攻撃宣言時、まあ、こっちからの攻撃でも相手からの攻撃でもいいんですけども、すると強い1個取り除くと、フォースする相手のモンスターの攻撃力をこっち吸収するっていう効果がありまして、まあ、要するに一番のパンチができる、一番貫通できるモンスターに、はい、これです。これやっていきましょう今日はガチで納金これやるだけなので、まあ、今回はかなり高校にデッキを寄せてまして、これが一番強いと思ったんですよ、使ってる感じなので。高校用カードめっちゃくちゃ入ってまして、まあ、ライトニングストームとか羽根ボーキーはライト、バック除去で、賛成の際、これはまあ相手のモンスターパクったりね、まあ、大体相手 の, あの先行制圧でモンスターなんか強そうなやつ並んでるから、まあ、賛成の際打てないことはあんまないですね。とかあと発見で、まあ、これはあのロンゴミアントにも使えるし、別に高校マクロでも使えるから、まあ、これが1枚と、あと一滴ですね、はい、あと怪獣ね、怪獣パクラトプスあたり、この辺ですね。でウララとかも抜きました、もう増殖する時に全てをかける。で展開なんですけれども、まあ、ヒロイックのカードを絶対なんで持ってこれるというヒロイックエンボイっていうなんだこの謎のウルトラマンカード、新ウルトラマンカード、これを使ってヒロイックモンスターを持ってきて、でヒロイックはじゃあどうやってデカしていくかっていうと、そもそもなんかサイバードラゴン条件で特殊ができるハルベルトっていうやつと、あと手札からヒロイックを捨てるとなんかヒロイックを出せるっていうサウザンドブレード、これあたりを使って出していきます。で、ヒロイックチャンスはこのモーニングスターっていうなんか謎のモンスターでサーチできますんで、ヒロイック魔法トラップカードをサーチできるから、だからモーニングスターをなんかサウザンドブレードの効果で出したり、モーニングスター自身も戦術力が2体いると特殊ができるっていう、まあ、展開効果あるから、まあ、この効果を使って出していくっていう感じですね、はい。で一応、レベル1以外のヒロイックがいるとナクロナイフっていうのが謎のモンスター出せて、でしかもレベルを4か1に合わせるかできるんで、ここで、展開もできると。まあ、要するに、まあこの辺のモンスターをまあガンガン並べていって、レベル4みたいに並べてヒロイックチャンピオンをティンティンビンビンさん出していくっていう感じですね、はい。で、アドバンテージが稼げるカードはいっぱい入ってまして、まあゴードンとか3世の際みたいな感じ、なんか割そこそこ決まる。めっちゃ先行制圧してくるようなテーマちょっときついけど、なんかアラマシアみたいな、なんかもうありえない先行制圧してくるって気はちょっときついけど、なんかまあ三妨害程度であればね、乗り越えていけるパワーはあるので、ちょっとね、よかったら使ってみてください。誘発の踏み越え方が若干難しいから、まあ、使うカードの順番だけ考えればよくて、やることはマジでこのおてんてんビンビン出してぶん殴るだけだからおてんてんビンビンを出して挿入するだけだからめっちゃ楽なの。うん、逮捕されるかな俺そろそろ。デュエルスタンバイ、幼稚園児でも使えるぜ。高校ゲーム参加権通るかどうか問題。まあでも割と怪獣もあるし、なんか意外と強そうではあるけどな、これ。まあ相手の、まあ強いてくる妨害が何かによるんですけど、これちょっとバックがついて、双剣ね。はいはい。了解です。とりあえず一旦ちょっとね、ガンマだけケアさせてもろて、で、ここで増殖する銃撃って展開が止まってくれると嬉しい。怪獣あるんで守備表示大丈夫。さあ、リゾルブ来るか？来たぜ。増時通っちゃったらもう大体双剣は、なんとかなるっしょ。
手札の枚数イコール高校まくり能力の上昇なんで、このデッキはまあなんとかなると思います。さすがに8シンクロですね。これどこまで行くんでしょうか。これバラネス君来る。バラネス君なんていうモンスターもガメちゃんでもペッてやれば、あーなるほど、ガメラ被ったのは微妙で石章で、あでもこれバックメント、あバックは余裕だ。バックなんていうこの双剣暗転とか余裕だった。ガメラ爆弾したら何の妨害もなくなるわこれイエーイ。お手軽、お手軽に2妨害とか持ってんだな相手。ゾウジーでまあ引かれたけどまあいっかみたいな思ってんだろうな。おどけ、邪魔だどけ。おはようございます。で春うららって言ってこれが強いですよね。ハッキンレイ君春うららって言って、もう春うらら打たせないようにしてこのターンで、双剣眼点はどうでもいいので、これは一応どっちか言ってもいいな。広いチャレンジャーサウザンドブレードを召喚して、エンボイはあなんもない。なるほど、相手誘発なんもないですか、もしかして。これじゃあ世界終わらせられますね、まあ、一応モーニングスター持ってきといて、まあ、あんま関係ないけどね。これモーニングスターどうせ出すから。サウザンドブレードの効果を発動テクだから、モーニングスターをぶち込んで、これちなみにあのエフェクトウェアとか言われたらね、賛成の際で運ゲーを仕掛けていくって感じなんですけども。でモーニングスター特殊召喚成功時効果を発動、通るね、全部通るね。じゃあゲーム終わりだわ。レベル4の戦意速モンスター2体の魂をオーバーレイしまして、現れよヒロイックチャンピオン、おてんてんビンビンおてんてんビンビンの効果を発動、7500もの大ダメージを食らって、うーいこのね、ミュートリア進化研究所のね、このね、あのサイレンもなかなかいい味出してるんですよね。で、一応、回収しとくか。回収しておこう。ヒロイックエンボイの効果。7500もの大ダメージを受けて、俺の打点は、バトルフェーズ開始時、1万になる。うわー、プル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 、バトルフェーズ。攻撃宣言時、おてんてんビンビンの効果。生きり出すことによって打点を吸収。ブラ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 。対戦ありがとうございました。脳しすぎるだろこのテーマ。これのこうミュートリア進化研究所のフィールド扇風機めっちゃうるさいんだよなこれ。換気扇。おおかまえそういいでしょ。なんかめちゃくちゃうるさいよねこの扇風機。すごい気になるわ。なんかあの動画のデータ量多くなりそうそんなことないかな、そんなことはないやつ。まあ勇者ギミックは画面シール組んで、まあ、無力化できるからいいとして、まあこの増殖する G が通るか問題っていうのはかなりあるんですよね。ここが通ってくんないとちょっと非常に困りますけども、このデッキさ勝ち方ワンパターンすぎるな。勇者楽園で OK、 このデッキ勝ち方ワンパターンすぎんだよね。なんか再放送かなっていう再放送のワンキルがめちゃくちゃなんか取り行われてるからさ、ちょっと楽園融合は普通に増殖する打つんだけどこれ通ります。なんならね増殖する字しか入ってないんだよね。ああ、取んないよね。オッケー了解。まあじゃあトップで何引くかによるか、トップで何引くかによります。これかなり、まあ、相手の盤面はおそらくまあミラージェイダーが出てきてで、なんか後ろに赤かなんか構えてエンドぐらいの感じで終わると思うんだけども、はいはい、いいでしょう。いや、これどうだろうな。後ろに赤あったらちょっとめんどくさい感じになるか。赤あったら、後ろバック破壊しないとちょっとなんか変なのが出てきてめんどくさいことになるという話があるかな。後ろセットだけ本当にやめてくんねえかな。それだけ後ろセットなかったら多分ね余裕なんだよね。キル取れんだよ余裕で。まあちょっとトップのドローによるか。今まだちょっとヒロイックカードねえな、利益的に考えたら。これサウザンドブレードしかねえ。サウザンドブレード懐かしくないですかこれ。このモンスターなんかライトロードに俺いい席忘れた昔。ゴードンね、あ強いじゃん。後ろねえじゃん。そして
髪毛置けるかこれ。後ろなしはさすがにいけるだろ。とりあえずさ、ミラージェイドでさ、効果発動してもらってさ、参戦の際で相手の手札のカードぶち抜きに行く説あるよな。一回画面シール出すじゃないですか。で、多分ね、これね、ミラージェイドの効果使ってくるんですよね。さすがに。参戦の際ケアで、効果発動しなくて意味わかんないから、多分これ発動するじゃん、ミラージェイド。オッケー、来た。メインフェーズ中に相手が効果を発動したため、参戦の際も打てるようになり、神ゲーが起きていく。一応、ゴードンっつうのが先か。まあ、これでうらら打ってもらってもいいぞ。打たない。ない。ない。なるほど。ない。なるほど。ハンデス食らわせるじゃん。これ手札余裕あるんで、ハンデス食らわしましょう。ツードローじゃなくてもいいや。ちょっとさ、そのさ、手札のさ、カード見せてくんない？それ何？あー、誘発なしね。なるほど。あ、じゃあ結構どんでもいいね。ほんと、じゃあアルベルデッキに戻してもらって、はい、エヴァンケルが確定しました。ありがとうございます。サウザンドブレードを召喚。はい、再放送いきまーす。500万回目のヒロイックチャンピオンオティンティンピンピンエクシー召喚だこれで。モーニングスターを特殊召喚して、でモーニングスター組んで、モーニングからの挨拶おはようございますの効果でヒロイックチャンスを手段変えていく。でレベル4の戦術モンスターに対してオーバーレイエクシーズ召喚。ヒロイックチャンピオンおてんてんビンビンの効果を発動。バトルフェーズ開始になんか打点を2倍にするぞ。でヒロイックチャンスの効果さらに倍、倍の倍でさらに倍、倍プッシュだ。倍プッシュだ、いけ。うおー、効果発動、相手の攻撃力を吸収。これやっぱ頭おかしいってこれ。マジで幼稚園児でも使えるわこのデッキ。自分自ら高校取ってくるデッキでろくなデッキないですけど、その中でも群を抜いてろくなデッキじゃないねこのテーマ。うん、なんかあのやってることほぼデュエルリンクスみたいな感じだもん。次回神ミチオン、なに、めんどくさそうなモンスターだが、私には怪獣という最強のモンスターがいるぞ。お、いいじゃないか、なかなか。ですね、まあ、とりあえず一旦ゴードン打ってライトニングストームかハーピーの張り暴挙を引きたいですね。ライトニングストームかなんかでいいです。あー、ないか、なしか。なるほど。まあさすがにハルベルト特殊召喚、あれなんだろうね、あの癖カード、あの癖カードは何かやるんだけど、何も反応ねえ、何も反応ねえ、なんだそれ。神線とかかと思った、何それ。とりあえずリリースしていい。はい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 、まあ、これ簡単にリリースができる。でこれも何も反応がない、あれなんだ。あの癖カード怖すぎるだろ。反応がないわ、やばいぞ。反応がない、ただの屍のようだ。ちょ、発見でとりあえず打っていい。いやー、これ難しいっすね、これ。まあ一応ね。一応、なんもないですよね。あの癖カードなんだよ。あの癖カード怖すぎるだろ。わからんだ、あのカード。で、モーニングスターの効果。モーニングスターの効果によって、ヒロイックチャンスをお手札に加えていくぜ。そして、いやでもパンチしに行くしかないんだよな、これ。レッドフュージョンはもう使えないから、レッドフュージョン先に使うの忘れたな、これ。あれだ、あの、サウザンドブレードの先に使わなきゃ。ヒロイック特召喚縛りついてるの、今。しょうがねえ。通るかな、通ると思う。さあ、ヒロイックチャンピオン、おてんてんビンビンを特召喚。おてんてんビンビンの、打点を倍にするという効果を適用し、さらに、おてんてんビンビンの効果によって、一気に出すことにより、打点が倍になるという効果をさらに適用。バトルフェイス行け、1番でアタック、うおー、どれー、おりゃー、1番2200、うわー。
あ、あれ。ですよね。